2019年度第一種電気工事士技能試験公表問題の複線図解説動画をご覧いただき誠にありがとうございます。今回は公表問題ナンバー1について解説したいと思います。それでは早速配線図を確認していきましょう。この問題は電源が単相 6600V。そして変圧器の二次側としては 炭の2線の 100V が1つと単相2線の 200V が1つ出ている回路になりますまずは 200V の回路から見ていきましょう回路としては 200V のコンセントを2極のスイッチで入り切りするというのが1つこちらが 200V の回路になります 次に 100V の回路を見てみましょう 100V の回路につきましてはコンセントと3路スイッチが一緒になっている部分とその3路スイッチを使用してランプレセプタクルを入りきりするこちらが 100V の回路になりますこの2つの回路を完成させていきます それでは次に施工条件を確認していきましょう。まず変圧器代用ということで 3P の端子台を使用します。次側は 210V、105V ということですが、図3を見ますと設置線の表示は省略してあると書かれています。つまり B 種設置の表示が省略されていますが、B 種設置工事は 変圧器の中性点がある場合は中性点に取ります。ということは、変圧器代用端子の O 点、ここに B 種設置を取るということになります。ですので、ここには緑線が入るということになります。 それでは下に書かれている施工条件の文章を確認していきます。施工条件は必ずすべての項目をしっかり読み込むようにしてください。この動画では時間の都合上、すべての施工条件を読み上げることはいたしませんが、特に注意すべき施工条件に関しては確認していきます。それではまず施工条件の5番をご覧ください。 電線の識別ケーブルの場合は、絶縁被覆の色は次によることという記載がありまして、設置線は緑色を使用すると書かれています。丸2番目ですね。設置側電線は全て白色を使用する。100V 回路のサンロスイッチ及びコンセントに至る非設置側電線は全て黒色を使用する。そして4番目がポイントですが、 200V 回路の変圧器輸送からコンセントに至る電線配線は全て黒色を使用すると書かれていますこのように 200V 回路の電配線に関して色の指定がありますので必ずこれは守って施工しなければなりません施工条件6番を見てみましょうジョイントボックス A および VVF 用ジョイントボックス B 部分を経由する電線はその部分で 全て接続点を設け、その接続方法は次によることと書かれています。まず、丸1番ですけれども、A 部分の接続箇所はリングスリーブによる終端接続とする。A の部分に関してはリングスリーブで圧着をしなさいということになります。そして、丸2番、B 部分の接続箇所は差し込み型コネクターによる接続とすると書かれています。 この動画におきましては以降、リングスリーブによる終端接続のところは、このような丸でですね、表現をしたいと思います。そして、差し込みコネクターによる接続の箇所は、このような四角ですね。これで表現をしていきたいと思います。それから9番ですね。 250V 設置局付きコンセントの設置局からの設置線はジョイントボックスと電気的に接続することという記載がありますので、これは輪作りをしてですね、設置線をボックスに留めるという作業が必要になるということになります。以上の点を踏まえまして、早速伏線図を書いていきたいと思います。まず変圧器の部分から書いていきます。 O 点に B 種設置の緑を入れていきます。次に 100V 側を書いていきましょう。先ほどの施工条件の図3を見ますと、U から黒、O から白と色の指定があります。 でですのでこの指定通りに書いていきたいと思います次に 200V 側も同じ要領で書いていきたいと思います 200V もトも。 の 200V 側も色の指定があります。100V の方は U に黒、そして V に白という指定がありますので、こちらもこの指定通りに書いていきたいと思います。 次に200ボルトの回路を書いていきます。こちらは単純に白と白、黒と黒をつないでいきます。あとは黒と黒ですね。 白でつないでいきます任せ終わりませんのでこちらの白とつないでいきます2 0 0ト側に関しては変圧器代用端子代には色の指定がありましたがそれ以外は指定がないのでこのようにつなげていけばいいと思います 250V のコンセントからの設置線はアウトレットボックスに止めることとありましたので、この設置の緑線は輪作りをしてアウトレットボックスに止めるということになります。これで 200V 側の回路はかけましたので、次に 100V 側の回路を書いていきたいと思います。まず、コンセントと3路スイッチが一緒になっている部分を考えてみたいと思います。 ここは VVF の1.6を2本使用するんですけれどもまず左側の VVF を電源としてこちらですねこちらを電源として使用してこの右側の VVF をサンロスイッチからの送りとして使用しますこれを踏まえて書いていきたいと思います こちらが電源ですね。そしてこれが送りとして考えていきたいと思います。それではまずコンセントのところから書いていきたいと思います。まずはコンセントにこのように黒線を入れまして、コンセントの反対側は白線となりますので、ここに入れてあげます。 はい。そうしましたら、この端子台のところとですね、つないであげるんですけれども、まず、この白線というのは、この O から来ているものとつないであげればいいですね。ですので、このような形でここに持ってくると。ここでつないであげます。そして、黒線の方ですね。黒線も、 このコンセントとつないであげますそうしましたら次にこの上のサンドスイッチの部分を考えていきたいと思いますこのようにニュートラルの白はまずコンセントに接続されていますそしてこの回路におきましてはサンドスイッチが2箇所ありますけれども この、ここにサンドスイッチがいますけれども、どちらのサンドスイッチを電源側にするかということになるんですけれども、この場合は、電源に近いサンドスイッチ、こちらですね、に電源の黒を入れた方が、AB 間の、ここですね、AB 間の電線の数が減らせる。 ことになりますの,でこのコンセントの上にあるサンロスイッチの方に電源の黒を入れていきたいと思いますですのでコンセントに入れた黒線を真上のサンロスイッチの0番に持ってきますあとは送りの電線をそれぞれ接続していきたいと思います では次に 100V 側のニュートラルの白線をフランプレセプタクルの方に持っていきたいと思いますまずこの白線ですねコンセントに接続されている白線をこちらの AB 管の方に持っていきますすのでここは3本接続ということですね そして、このランプレセプタクルと接続するんですけれども、こちらは施工条件によると、差し込みコネクターで接続しなさいという規定がありますので、ここは差し込みコネクターで接続していくという形になります。注意していただきたいのは、このランプレセプタクルのですね、このランプレセプタクルの下に、ここに3のスイッチがいまして、ここに白線があるんですけれども、この白線は、 設置の白ではありませんので、ここの、えー、設置グループの中には入れないようにしてください。これでニュートラルの白の結線は終わりとなります。次に電源の黒線について考えていきたいと思います。電源の黒線を必要とするのは、このコンセントの部分と、あとその上にあるサ路スイッチのところだけですので、あとは残った送り線を、えー、それぞれつないでいくということになります。 今、このコンセントの上のサンドスイッチの1番から出ているこの黒線が余っていますので、これをですね、この VVF1.6 の三芯の黒線につないでいきたいと思います。こちらは特に色の指定はないんですけれども、なるべく同じ色でやってあげた方がわかりやすいかと思いますので、この動画では同じ色で接続していきたいと思います。 ここもリリングスリーブでで接続です。そしてこの AB 間のあたりの赤が余っていますのでこの3番の白線とつないであげます、はい、このようにして A からまず B のところまで来ましたのであとはこちらの B 側にある 3路スイッチにつないであげようと思いますこちらもなるべく同じ色同士の方がわかりやすいかと思いますので同じ色でやっていきますここは差し込みコネクターですので四角いマークで書いていきますここは差し込みコネクターですね そして残ったこのイの0番の黒と上の負荷こちらをつないでいきますはいこれで伏線図は完成となりますこれで公表問題1番の伏線図の書き方は終わりとなりますそれでは この動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。